地理の助動詞が表す意味を次から一つずつ選び、記号で答えなさい。信じた、信じるプラスた。信じようたよう。普通の信じるから信じたになると過去形になっている。ED がついている。過去。思いたい。思うプラスたい。思いにたいがついて、want。希望になっている。二つの A にはどちらも同じ助詞が入ります。連帯修飾語を作る。連帯修飾語って何だろう。一度だって疑い、ほにゃ、まなざし、疑いのまなざし。連帯修飾語を作る。つまり、まなざし、どんなまなざし、疑いの。つまり、まなざしという名詞を修飾している。連帯修飾語を作っている。こっちは、信頼。父と息子の間の信頼、これも信頼っていう、どんな信頼か、ね、信頼っていう名詞を修飾、修飾先が名詞の時は連帯修飾語。はい、3番でと同じ働きのもの、月から一つ選び、記号で答えなさい。防線丸さんのでっていうのはトゥ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 、世界中で場所、ここの中で行くと県内で場所、あ、もうこれはあと分かったね、これは桜だってことね、これは場所じゃないね、何があるってことね、これは、接続助詞ってやつね、普通のに動詞にくっついてる、なんとかですみたいな、はい、正確だ、これは正確だっていう、もともとが形容動詞、だろだってに、だなならに活用している、もともと一語だ、正確でよう、はい、なと同じ働きのもの、防線丸四のな、なー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 な、はい、一番誇れる宝なんだからな、ここだけ見ても確認していることがわかると、ってことは、この中で確認の名だ。随分大きな家だな。これはびっくりしてる。確かにこの木に赤い花が咲くのだ。な。わかった。はい。ないと同じ働きのもの。ないはないはぬに変えられると助動詞になるよ。変えられないのは形容詞だ。じゃあこっちはどうだ。誠実さ、ようが、ようないよ。誠実さがぬ、これは自立語のない、変えられないないってことは、これは形容詞、はい、形容詞のないを探しなさい。雲がね、一つもね、ないね、はい、これは一つもね、ないね、はい、ない、ぬ、一つもぬ、変えられないが形容詞のない、これは飛べぬ、変えられる助動詞のない、知らぬ助動詞のない、これは意外とね、あっけないね、これもあっけぬには変えられないけど、あっけないっていう形容詞の一部だってわかるよ。括弧6、 B から D に当てはまる助詞を順に並べるとどうなりますか。正しい組み合わせを次から一つ選び、記号で答えなさい。こういう時は最初に同じものが2個あったら、その2つが候補になっている場合が多いと。そしてちなみにこれとこれが予選突破で、元もだからここまで同じだ。ハモの可能性がかなり高い。じゃあガかオかどっちかってことになるよね。まずハモかどうかを考えよう。私は父に嘘をつくつもりはなかった。は、はだった。みじんもなかった。もだった。じゃあもう一つはガかオかどっちか。はい。しかし、ある日どうして、もう父に話せないことができた。正々堂々としない私の態度に向かって誠実さがない。はい、これはぬに変えられない形容詞。男らしくない。男らしくね、ないね。これも形容詞。と、このように心に囁く声がする。が、自分だけの秘密を持ったことが私を成長させたのだ。つまり、この予選突破の二人のうち、おってことがわかるわけだ。はい。
二重線 A から C の今度はとだね。同じ働きのものを一つずつ記号で答えなさい。まずは、A、本当に良い父と息子。ってことは、これは、この中でいくと、私と弟。うん、どうしたね。B、と心にさせ。なんかを引用するときに使うと。ってことは、引用。こっちだろうな。言葉だから。こっちへおいで。と。はい。そして、C。C は、はい。B、C。これか。今になってみる。文が終わってと。そうすると。ってことは、食事をすると、うと。考えてみるだろうについて、はい、まず文節分け。考えてね、見るだろうよ。あ、いきなり答えは、あだね。はい。正しく品詞分解しているものを次から一つずつ、これをさらに単語に分けろ。考えるよ、てよ、見るよ、だろうよ。はい、いきなり、あと。思うと残念。実は違う。考えてね、見るね、だろうよ。これ切れてない。違う。考えるプラスた。ここが同じ。見るだろう。つまり、これとこれは相当近いけど、だろうとうを分けてるから、うが正解ってことになる。ね、うは助詞だもんね。以上。これはちょっと難しかったけど、だろうって言葉じゃなくて、だろうはだってことなんだよね。それが変化してて助動詞で、うはうだけって一つの助詞っていうことがわかるわけだ。助詞の分け方、難しいね。助詞は一つだけじゃない時が結構ある。付属語の分け方を考えましょう。